こんにちは、影村です。おかげさまで風邪の方はもうバッチリ良くなりました。ただあとやっぱここがまだ痛くて声が出せないんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。今日の世間話は何事も失敗を恐れては失敗をします。失敗を恐れては前には進めないっていうお話ですかね。ついさっき僕もちょっとやらかしてしまったんですけれども、まあそうですね。失敗しないと何も自分の知識にはならないし、こう前に進むきっかけ、失敗を恐れて前に一歩踏み出さないのもいけないですし、そうですね。壁、まあ今回は壁じゃないんですけれども、何事も失敗、まあ絶対失敗するとか、まあ、絶対失敗しないで次のステップへ踏み出すっていうところを恐れていっては前には進めないっていう感じですかね。実は Google さんから担当が変わりましたということで、新しい Google さんの担当、おかげさまでまたついていただいたんですけれども、 Google さんの担当者様が新しい広告サービスを実装しませんか、搭載しませんかっていうことで、ブログ運営しているところに広告貼り付けるんですけれども、新サービスの広告を貼り付けるために今まで運営していたブログのままやったら搭載できないんですね。で、それをちょっとなんとかするためにこっちに A というブログから B っていうブログなんですけれども、そっちに A のブログを丸ごしコピーして、で新しい広告サービスを実装できるように新サービス対応にしたんですよ。ただ B のまんまやったら Google さんの検索とかに出てこないから、完成したから A と B を入れ替えたんです。名前だけで名前だけパッて入れ替えた。ほんならパッとこっちが A のブログに切り替わらないといけないんですけれども、それがなぜか切り替えたはずの B がずっと出てくるんですね。うわぁ、失敗した、やらかしてもうた、どうしようって、すっげえさっきまでこう悩んでって、コード調べたりとか、もうわからんからレンタルサーバー屋さんの方にも電話して、すいません、ちょっとうまいこと切り替わらないんですって電話して泣きついて、で調べてもらっとったんですけれども、で、すんげえボンミスに気がついて、僕が、まあ、ちょっと、わからないと思うんですけども、HT アクセスのコードを、ちょっと、B のままにしてたんですね。なので、その HT アクセスのコードを A に書き換えたら、うまいことこう、切り替え、B のブログを A のブログにすることができました。すんげえ焦りました。うわ、どうしよう。もう、どうしようって。今日は、セブンイレブンさんの金の麺、生麺への挑戦。これ最後になります。醤油味、ご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンさんの金の麺、生麺への挑戦。こちらの方が原材料名になります。カロリーは、331kcalですね。はい、こちらの方が中身になります。具はなしですね。こっちが麺で、こっちがスープで、ではちょっと麺入れてまいります。はい、金の麺出来上がりました。割にスープが少ないから醤油濃く見えるんですかね。でもうまそうです。すごい中華そばみたいですよね。うまそうです。さあ、それでは金の麺、醤油味、お味の方をチェックしてみたいと思います。はぁ、美味しい。すごい醤油の味が割に濃い感じがするんですけれども、辛くないんですよ。すごい濃い醤油味で、まろやかで。で、麺は生麺みたいで。すごい歯応えがあって、美味しいです。すいません。で、結局さっきの話に戻るんですけれども、これから、そうですね。僕らはもう人生終わりなんですけれども、これから若い方の時代、そうですね。何事も失敗を恐れずに、人生楽しく、エンジョイしてください。失敗は全然、
なんていうんですかね、恥でも何でもないです。自分のスキルアップやと思ってもらったら OK です。すいません、偉そうなこと言って。それでは簡単ですが指定させていただきたいと思います。